ああ。え、おい、緊張するんだけど。はじめまして。はじめまして、ルルズです。ライブ 2D のモデルをね、作ったんで見てほしいなぁとも思って、ちょっと、半年ぶりなんですけど、初配信過去大嘘しようかなって思って、こんなに見に来てくれる人がいると思ってなくて、いや、緊張してますね。モデルをこれ自分で作ったんで結構頑張ったんで、どうすかね。どうですか。パーカーを最初着てたんですけど、ワンピース楽だろうと思ってワンピースにしたんですけど、なんか適当な感じ。あとね、尻尾はちょっと動かないんだけど、ちょっとわかんないこれ。なんかビヨンってなるけど、これもしょうがないから諦めて、まあここら辺しかね映さないから基本いいかなーって。かわいい？ありがとう。これね、横顔も結構頑張ったんだよね。自己紹介をしよっかなーって思います。まず名前ですね。ルルドです。ちょっと、言いづらいんで、ルルニャンとか、ルルニャスって呼ばれることが多いかな。マジで、言いづらい。ルルド、言いづらい。誕生日が9月21日ですね。で、血液型は B 型。趣味は、まあ音楽鑑賞。まあボカロとか結構聞くかな。まああと読書。読書は、まあ漫画も読むし、あと心霊スポット巡り。心霊スポットがめっちゃ好きってか、ホラー好きなんで、現地に視察に行ったりとかしますね。で、特技は特になしと。で、好きな食べ物は、まあ酒とば。ちょっとお茶飲んでいいっすか？すいません。で、じゃあ嫌いな食べ物。茄子。麻婆豆腐。嫌い。茶碗蒸しも同じ。こう柔らかくて、食感が柔らかくて、ちょっと温かいものが、まあ、ちょっと苦手かな。次、辛いもの。好き。お菓子、好き。駄菓子も好きだし、まあ普通にスナックも好きだし、グミとか、ホラー映画とか、ホラーゲームとか、ホラー小説とか、ホラー系好きかな。で、猫。猫は猫飼ってます。で、あと隣人。隣人がすごい好きで、隣に友達が住んでて、隣人が毎日ご飯を、夜ご飯を作ってくれます。で、苦手、家事。で、あと、ま、仕事、もうちょっと、あんまり好きじゃない。で、事務作業。メール返信はここら辺もちょっと、うん。あと、税金。税金もちょっと苦手ですね。みんなも税金嫌いだよね。嫌いじゃない人間なんかいねえだ。いねえだろ。好きなアニメ、物語シリーズ。普段描いてる絵を紹介しよっかなって思ったんですけど、なんかあんまり、なんか YouTube に載せられる絵がなくて、これね、最初これで作ってたんで、ライオンキャラを定着させよっかなって思ったんですけど、ライオンのフードが作れないから、まあ、ちょっとライオンの耳急遽つけました。でも人間なんで、これは耳つけてるだけで、ライオンではない、生まれちゃんスタイルでいこうかな。3サイズか。いくつなんだろう。これ、考えてなかったけど、なんか、あんまりっすね。ボンって感じではないね。めっちゃ可愛いわ。結構かわいい。このさ、アホ毛ですごい頑張ったな。アホ毛見て。アホ毛。ルルドちゃん、何センチだろう。140センチぐらい？わかんないけど。130ちっちゃ。140センチとかにしとくか。声が誰々に似てるっていうのはね、結構言われるな。
誰に似てるんだ。でもすごいいろんな人に似てるって言われるかも。 VTuber の子とか。ここのてててたスクショタイムいいっすね。こんな リンクができない。こんな感じで終わりたいと思います。キリがいいんでじゃあまたお会いしましょう。それではさよなら。特技は特技なしと。